ついに始まった 1,2 年生 VS 3年生の紅白戦。2年生チームは天才鈴の木のツーランホームランで2点を先制するが、3年生の強力打線により初回で逆転されてしまう。そこでついにスーパールーキー翔太がマウンドに。力を見せてみろ。アメモプラス。ふぅ、全員強打者やから体が喜んどるわ。アニメポン。えらい球が走りよるで。アニメポン。ふ、交代から5者連続凡退三三振。想像以上だな、スーパールーキー翔太。アニメポン。グニニ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 ニ。な、何やってんすか三年生方、しっかり頼んだすよ。だが次からはそう簡単にはいかんぞ。一番藤坂土岐。アニメアニメアニメっぽい。ああ、この人をルーに出したらえらいこっちゃやね。ちょっと待とう。アニメっぽい。しゃあ、これ早いわ。初見では打てんで、ね、いいね、早いって。アニメっぽい。およさ、俺を出せ。黙れ。アニメっぽい。さ、さすがスーパールーキー翔太。副キャプテンの太田先輩の三振に打ち取り、キャプテンの大内田先輩に対しても2ストライクと追い込んだ。アニメっぽい。アニメポン、アニメポン、アニメポン、ポロー。おー、こわ。アニメポン。一球でも手滑らしたらスタンドイン。アニメポン。あかん、アニメポン。楽しすぎるで。このスピード感、男だ。アニメポン、アニメポン。フルスイングで立ち向かう。アニメ、アニメ、アニメポン。なに、ずるいなんか言わせへんで。そんなごっついスイングして。アニメポン。おいおい、わいが苦労して手に入れたスライダーをアニメアニメポン、我が物顔で投げよって。おい、おっさん、ピッチャー交代だ。あの現代版落ちましょう。頑張ってもいたが、ここは大エースお待つぞ。次はスナイパーサーバーだぞ。黙って見ておけ。アニメポン、アニメポン。極意、スーパールーキー翔太 VS 3年生4番佐山愛。アニメポン。どっちが勝つんだ。アニメポン。ふぅ、やっとお出ましか、お兄さん。アニメポン。確か高めに浮いてら一コロや言うとったな。ほんならこいつでどうや。アニメポン。高めに強い佐山かっこありの特徴を理解して全部低めいっぱいにコントロールしている。アニメっぽい。これで1年か。球種が豊富で球が絞れん。とんでもないな。どうも、そろそろロックオンだ。アニメポン、アニメポン。ワオー、くっそ。アニメ、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 アニメ。低めいっぱいに球種を分けてコントロールしてもタイミングを合わせられてもてる。こいつはエースの座をつかむためにまだ見せたくなかったんやけどな。アニメ、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 ポン。しゃあない。あの倉さん兄さんには負けとうないしな。アニメ、ポン。高めが好きなんやって。ほんならお望み通り大好物を召し上がれ。アニメっぽい。な、ここでまさかの高めのストレート。アニメっぽい。おお、面白い。いや、違う。いや、バッター、チェン。
ストレートに速い通信。おいおい、マジか。ふっ、おいどこだ。シャハハ。だな。ふっ、中学の時はこんな球なかった。この短期間で成長してやがる。乙坂という絶対的エース、スーパールーキー翔太が加わった。今年はいけるぞ。ドドよっこらセット。タイム。お待つ、準備しておけ。次の回行くぞ。アニメっぽい。ふう、楽しかった紅白戦。うわぁ、びっくりした。脅かさないでよ、お松くん。あ、あ、め、メタメタに撃たれた。アニメアニメっぽい。アニメアニメっぽい。アニメアニメっぽい。しょうがないよ、松くん。一年生で活躍するなんて、翔太くんがすごすぎなだけだよ。ぐにに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 。でも、エースの乙坂先輩も、結局あの2点しか取られなかったし、すごいや。ああ、そうだ、ゆういち。お前はどうだったんだ、この子さん。僕は、ギリギリ3アンダだったから。なに！裏切り者め！ぽゆいちのくせに！ねんめ。そういや、頑張ってたな、あいつ。アニメっぽい。プラスです。第3話ご視聴ありがとう。第1話から見返したい方は概要欄にある再生リストからどうぞ。第4話があるかないか、皆様から高評価、コメント数で決まります。良ければ固定コメントにある第4話の考察にご協力ください。第4話は昨年の覇者、めっちゃ最強学園との練習試合になります。皆様からの1コメント、流れを変え、YouTube、四季を宿す。タラ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 。